私は今回はその綿100のもあるんだけども、素材というよりはもうその色とその人の持ってるアートというかビジョンのエネルギーの方を重視して作っているので、すごくその美しさみたいなもの、まあ、ファッション寄りなのでね、ファッション寄りの美しさっていうものをちょっと意識して作ってます。なので服になってもいいし、カーテンみたく部屋の空間は美しく飾ってもいいしっていう風な形なので、いろんな使い方ができると思うんですね。後ろの あのスカートはね、ここにありますけど、これは私の生地で作ってもらったやつなんでしょう。ゴムスカートすら作れないから、それは作ってもらったんだけど、まあスカートだと2メートルぐらいあるとゲザスカートが作れるんだけどもね。でそういうのはやっぱり作ってもらったスカートを着てると自分のテンションも上がるし、見てる人もすごいわーって言ってくれるので、なんていうの、相乗効果はすごいなと思ってます。自分も気分がいい、見てる人も気分がいいっていう風な、その人らしさっていうものがこう輝いてる時ってみんな気分いいじゃない、みんなご機嫌になるっていう風な、いい効果が現れるんじゃないかなと思ってて、今日はちょっとその私自分のために作ったやつがどれかっていうのをちょっと見せたいなと思って、でこれは私はね、結構私の描く絵はあのパステル系というか明るめの色、後ろのこっちの感じが多いんだけれども、実は私自身の色というかソウル魂的にこうどんな色なのかなってなった時に、どんな感じかなって、こういう色じゃないんでしょうね、あんまりこういう色じゃなくって、実は青い深い青というか暗めの青なんですよ。で似合うとかっていうより私がそれをこうまとってると多分すごいこう輝いて見えるというか、すごいよく見えると思うんです。でそれが似合うっていう形で言われるかもしれないけど、そして自分もすごい気持ちいいっていう感じなんでしょう。これはサテンでなってます。一応あの生地は綿100のツイルとサテンとシフォンっていう透けるやつ3種類でちょっと考えてますけれども、でこれはサテンなんですけど、あと光沢がすごいですね。でこの生地のデザインで約1メートル今回お渡しできるので、でワイドがこれダブル幅って言って145センチあるから、145センチ×1メートル結構長さがあるんでしょ、開いてね、縦でも縦が一定ラインできて、例えばこういう、ま、これが真ん中にきたこういう服とかだと私がなんか気持ちいい、自分が着てて気持ちいいとか鏡で見てて気持ちいいとか肌で感じる、手でこう触覚の感じが気持ちいいとかっていう自分らしい感じをすごく体感してたので、まあ、そういうのをねいろんな人に体感してもらえたらいいなと思ってさ、こういう感じスカーフだと見たりしたらこういう感じなんだけど、自分がすごくね自分らしくあれる感じの感覚が得られるんですよね。でこの私のやつは、タイトルだけちょっと浮かぶから、まあ、タイトルはお知らせすると思います。で私のこれはシリウスのインディゴっていうタイトルでした。自分のこの記事のタイトルは、で記事のタイトルと、まあ、ちょっとしたこういう感じですよっていうのを説明できると思うんだけど、まあ、そういう感じでその人がどんな風に感じるかっていうのがすごくテーマ。もう私の布は私しか着ないんだけど、その人にはその人だけのものなので、もうこれと同じのを欲しいって言われてもそれはちょっと無理なんですよ、その人だけのものだから。であなたのはこれで、でその人を頼んでくれた人のはその布を追加注文はできるようにしますので、そういう感じでこう自分でね自分の生地になったものを自分を表したものが何にしていくかはこうご自由に、この表現のことは自由にやってもらいたいなと思っています。